さあ、それでは、保護犬のボランティアをしに野瀬にやってきております。大阪ですね、はい、はい。そしてですね、いろいろこう説明をしてもらったんですけど、実際どうやるのかっていうのをね、ちょっと掃除ですね基本的には、お掃除と散歩をするのがボランティアみたいですね、うん、はい。で結構ねこの掃除の仕方も事細かに言ってもらえるんですよね、はい、はい。で一番最初この毛布布団、うん、はい、これがですね小屋の中に入ってるんですよ。それを、干す。結構ねこの中に入ってたんです。そうなんです。これ小屋の中に入ってたやつで、はい、ちょっと寒くなってきたら夏は多分置いてないですよね、はい、冬だけこれ寒いんで小屋の中に入れてるんですけど、毛だらけになるんで毎日毎日誰かボランティアさんが来てちゃんとこう毛を取って下に落としてで干すと晴れてる日だけね、はい、干してもらって、まずそれが一つやることですね。でもう一つやることがですね、ここ履くんですね、はい、履いておしっことかねうんことかここでしたりとかするみたいなんですね、はい。なんかねこのトイレが見当たらないんですよね、はい、だから多分外でこうやってこの自由にこういうところに押し込むこするんで、それの掃除、はい、をして、終わりです。これが結構このあとこれやここを開けるのも仕事みたいですね、はい、換気かな、はい、ここ閉まってるんで、はい、これ鍵開けてここを開けてくださいということでしたね、はい、こうやって開けると、はい、で夜寝るときは寒いんで多分朝の光とかかな、はい、なんでこの閉めると、はい、それ以上がこのお仕事になっております。なのでこの作業的にはなんかまあ誰でもできるかなっていう、はい、だからまあボランティアちょっと考えられてる方とかは足りないところってやっぱり掃除とかね、あの例えば結構このちょっと見回してもらったら分かるんですけど結構な山なんですよね。下からこの草とか生えてくるんですよ。だから草抜きとかも、ただこのやっぱボランティアなんでやりたいやつとやりたくないやつあるじゃないですか、うんうんうん、私草抜きはちょっとなっていう方はしなくてもいいみたいです、はいはいはい、なのでまあワンちゃんのこう好きなことだけやりゃいいじゃないですけど、まあ、掃除と散歩さえできれば、うん、なるほど、はい、このボランティアって言ったらほとんどそれぐらいなのかなっていうところですね、はい。あとはまた笹山も行くんですけど今日は野瀬なんですけど、野瀬の方のこのアークさんっていう、はい、ボランティア団体のとこ、はいはい、さんに来させてもらってるんですけど、野瀬はちょっとね怖がりの子がすごく多いみたいなんですよ、うんうんうん、で笹山はすごくこうなんかこの怖がりじゃないワンちゃんとかがすごくいっぱいいるみたいで、はい、昔はねなんか400匹ぐらいいてたみたいなんですけど、はい、今20匹とか言ってましたけど、はい、20匹ぐらいになってるみたいなんで、だからこうやって掃除するのもいてないところワンちゃんがいてないところも結構多いんで、はい、なのでこの大丈夫だとは思うんですけど、400匹なったらもうボランティアさんビビるほど数いりますけど、はい、でもやっぱりねこのコロナウイルスがあってからこのボランティアの人数もだいぶこの少人数しか募集してないみたいですね。ああそうなんですね、はい、ですので結構こう行きたいなと思っても行けない日とかが、はい、昔だったら絶対多分行けたんだと思うんですよ、うんうんうん、でも今はもう人数限られてるんで、はいはい、ですのでなんかそんなにあんまりこうキツキツにいやなんかお世話しないといけないっていう感じじゃなく結構こうやってゆったりしてるんですよね。確かにだってお布団とはい、掃除して、ね、はい、中もねちょっとだけ中にね、はい、ワンちゃん、はい、ちょっといてるんですけど、はい、2匹いてるんですね、はい、はい、
なんですけど結構やっぱり怖がりなので、あんまりカメラも向けたら、この子らだったらまだあの向けても大丈夫って言われたんですけど、やっぱり本当に怖がりの子はもううーって言ったりとかね、はい、するので、はい、なのでここでね、あの掃除をちょっとこれからさせてもらおうかなと思っております。はい、じゃあですね、今からちょっとねワンちゃんの小屋にお邪魔をさせてもらおうと思います。掃除ですね。はい、お掃除ですね。はい、じゃあちょっとですね、怖がりなちょっとワンちゃんみたいなので、はい、触るなと、はい、指令がちょっと出ておりますので、まあ噛むことはないって言われてるんですけど、はい、まあでもね、やっぱりこうすごく怯えてますね。はい、多分本当何かずっとされてたんでしょうね。はい、だから新しい人、人間に対して、なるほど、はい、もう信頼関係はゼロですよね。はい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 、そういうの取り返していけるもんなんですか？ある程度ですよね。はい、やっぱりこの絶対的な信頼っていうのは厳しいですね。こう多分ね、この子はもう暴力とかいかれてますね。はい、もう絶対にこのこんな震えるっていうことないんでね。はい、もうね、はい、また慣れたらね触らせてね。はい、でこれで、ね、これですね、これは夏仕様となっておりまして、で冬になったらですね、はい、これをねこういう毛布の中に、違うな、これ置いといて、これをねこうするんですって。はい、でここの上にこうするんですって。じゃあもう中にも毛布入ってるし、であの完全に風が通らないように、はい、冬はそれでいけるみたいですね。そうですね。でもう一つ仕事があるんですけど、よいしょ、はい、このこれ飲み水なんですね、なんと。はい、これが飲み水で、どれだけ綺麗でも1日1回変えるそうです。はい、だから本当に普通に外で飼われてる犬よりも綺麗な水飲んでるかもしれないです。山奥なんで、山の水なんで、はい、すごい綺麗ですよ。下手したら僕ら水道水飲んでるよりも、はい、ワンちゃんの方がいい水飲んでる可能性がありますね。それを変えると。そうです。はい、ですので、まあ、掃除、掃除、お、おいで。はい、この子はまだ懐いてる方みたいなんですけど、さすがにでも初対面なん で、ね、はい、こういう子たちってやっぱり何回も何回も何回も会って何もしないなっていうので信頼を得ていかないと、初対面でいくら喋ったって言っても、喋れるって言っても、やっぱり信頼関係気づかないとちょっと難しいのかなっていうところはあります。そうですね、もうこれは回数で大丈夫だよ、大丈夫だよって、はい、やっていかないと、はい、1回でね、皆さんちょっともう信用してください僕をって。いや無理無理、怪しい大丈夫、初対面ですけど僕は大丈夫って。怪しいですよね。それは同じってことですよね。同じですよね。で、はい、初対面じゃ無理、どんだけ言葉で何回やっても、はい、やっぱり動物って言葉で喋るっていうよりもやっぱ態度じゃないですか。はい、態度で毎日毎日示してあげないと信頼関係は得れないっていうのは、ペットも、人間も一緒なんだなっていうところですね。なるほど、はい、分かりました。はい、じゃあこんなもんですね。はい、はい、ありがとうございます。